人事部の HR パートナーチームから Amazon ビジネス事業本部のアカウントマネージャー職に移動しました。社風も文化も全く違う環境で新しい職種に挑戦するっていうのはとても負担が大きくて時間がかかってしまうと思います。でも社内では部署が変わったとしても根本的な考え方はリーダーシッププリンシプルなので、そのような環境だからこそ思い切ってすぐにやりたいことに挑戦できました。で、新しいスキル習得にもとても集中ができました。また社内移動は一つのキャリア成長手段として推奨されています。なので前の部署のマネージャーとかチームメンバーにも温かく応援してもらえてアドバイスもいただけたので頑張って調整することができました。